2008年4月1日、阿蘇市内の巻で阿蘇市商工会開所式が行われました。阿蘇、一宮、そして波野、3つの商工会の合併にて阿蘇市商工会と新たになりました。本所は阿蘇内の巻、一宮、波野は支所となります。新生阿蘇市商工会初代会長となった山部会長の挨拶、そして佐藤市長などの挨拶が続きました。かけがえのない人たちとかけがえのない地域のために、私たち阿蘇市商工会は本当の意味で地域に必要な組織、地域に求められるなくてはならない組織として、そうなるよう鋭意努力しながら、この阿蘇市青年部の杉本会長による阿蘇市のためにという気合いの入った力強い活動方針の宣言があり、開所式は無事に終わりました。いよいよ活動を開始した阿蘇市商工会の活動に期待が高まります。